アス元気ですか。ワニワンさんのチャーハンマジ酔っ払って食ったらマジで世界一だから。酔っ払う時だけ。どういうこと。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。え、アルフィーチャンネル。どうもアルフィーチャンネルです。よろしくお願いします。さあ今回はですね、なんと平子さんが12月4日誕生日でございますので、ちょっとサプライズでですね、ちょっと料理を僕が振る舞おうかなと思っております。ということで来ているのがこちら東高円寺の満州王でございます。高円寺中野あたりで飲んだ時は2軒目3軒目は絶対満州王で、中でもうまいのがトマトチャーハン。別に白子で食っても大してうまくないんだけど、3軒目ぐらいの満州王のトマチャーはマジで世界一です。マジで世界一なんで、ちょっと平子さんにもその辺ちょっと味わってもらいたいなと思うので、ちょっと料理を習う、いわゆる弟子入りをしてですね、トマチャーを伝授してもらおうと思います。はい、ということで行ってみますか。もうパーキングのね、もう照明も借りてやってますよ、もうアルピーチャンネルは。アルピーチャンネル。あんさー、はじめまして。はじめましてじゃないでしょう。はじめまして。あんさー元気ですか。かわいに。ありがとう。元気ワンさん。元気ですよ。すごいんだからワンさんは。ありがとうございます。福建省だもんね、福建省出身。いや、まあ福建じゃない、私は満州だから。だから満州王。満州か。そうです。もともとだから上海の三つ星のシェフだったんだけど、お客さんの顔見えないじゃんって、本当は腕すごいんだけど、それで辞めて、本当三つ星の腕があるんだからワンさん。いやいや、それがもう言い過ぎだけど、うん、まあまあ普通の家庭料理な。全部嘘。ワンさんにちょっと今日頼みがありまして、いつも僕トマチャー食ってるでしょ。そうですね。ちょっとトマチャー伝授してほしいなと思って。平子さんが誕生日なら相方のいいですよ。本当、うん、大丈夫です。あなただったらいける。特別本当は教えちゃいけない門外不出のトマチャーのレシピ。そうだよ、毎週の看板もうメニューだから。満州王のトマチャーのレシピ大公開。やっ、内緒ね、内緒、絶対内緒よ。ワンさんのレシピはね、絶対内緒ね。さあ、ということで着替えましたけど、ワンさんこれ OK？ 大丈夫ね。大丈夫です。よし、ぴったりです。ぴったり。そう、OK。師匠の友達を見せてもらっていいですか。師匠じゃないけど、まあまあ、でもぜひお願いします。すいません。はい。アルピーチャンネル。バターをね。バターを入れない。バターなのよ。そうです。これトマトだよな、あと。トマトですよ。丸ごと生トマ、生トマト。ワンさんのチャーハンマジ酔っ払って食ったらマジで世界一だから。それでなんで酔っ払った時だけ。どういうこと。でも酔っ払った時しか食ったことないから俺。バター入れて、そう、まず長ネギ刻んだやつ入れて、そう、刻みネギを入れて、それでトマト細かく切って入れて。もういい匂い。もういい匂い。あとは醤油が、そこに醤油がある。ここ、あ、もう醤油そこで下味つける。今下地味をつけて、それでご飯入れて、あっという間できます。あっという間、あっという間。ワンさんの料理は早いのもすごいから。え、その中華鍋重い。うわ、来たよ。おい、煽ってるぜ。あ、これは、そう、命のスープ。命のスープね。命のスープ。椎茸とかいろんなやつの出汁。いや、あんまり野菜ぐちゃぐちゃ入れてないけど、本当基本が何種類のガラガ入れてます。最後入れたの何。最後入れたらさっき少しまた醤油足した。あ、醤油足した。色が見れば大体分かる。味見なくて、要するにご飯の色が大体分かる。これこれこれは最高だ。できました。できました。これが満州王のトマトチャーハン。うまそう。いわゆるパラパラがいいとされてるじゃないですか、チャーハン。そうですね。ワンさんのべっちゃべちゃのね、そう、チャーハン、リゾート風ガチガチバターみたいな感じ。もともと自分のまかない料理だから。あ、そうなんだ。そうそう、この感じ、この感じなのよ。この感じだよね。うん、まっ。ありがとうございます。うん、バターがすごい効いてるし、トマトの酸味もやっぱバチバチだね。そう、ちょうどいいね、バランスが。ありがとうございます。うん、でも今の簡単に作ったけど、俺できます？できます。サッとできなきゃいけないでしょ。そうですね、火力強いから、うん、サッとじゃないと焦げちゃう、うん、一番気をつけなきゃいけないのは何ですか。熟練作業だけど、うまく混ぜられないと、うん、味ほらしょっぱかったりところあるし、全然味付いてないところあるから、うん、そこは本当にまあ大事じゃないですかね。絶対平子さん好き、これ。ありがとうございます。
平子さん下バカだからこういうの一番好き。ハンバーグとかケチャップとか大好きだから。いいじゃん。絶対大丈夫。アルピーチャンネル。静岡でやってるラジオがあって、一緒にやってるアナウンサー、静岡のアナウンサー原口大輝ってやつからもらったかすみっていうね、綺麗な包丁。おお、すごいよ。気まぐれクックも使ってる包丁。ちょっとこれ使ってもいいですか？どうぞ。わあ、すごい、初めて入った。ちょっと狭いけどね。こんなとこでワンセンやってんの？そうなんです。まずはどうぞ。野菜の下ごしらえからね。はい。まずネギね、入れてるよね、ワンさんね。そうそうそう。2回ぐらい？もっと？まあ2回ぐらいでいいですよ。え、1回ぐらい？1回、2回で。そうそうそう、2回ぐらい。プラスのだけです。あ、切れるこのかすみ。すごいね。すんげーわこれ。すごい。どんくらいワンさんで？もっと十分。十分十分。こんくらいでいいんだ。そう、そんないっぱいいらないですよ。じゃあ特別、特別誕生日だからさ。誕生日だ。うん。したらトマト、トマトこうして、こんなんだったな。そうで、こうしてこうかな。そう、あのちょっとでかい、ちょっとでかい。あと細かく切れば大丈夫。オッケー。はい、できた。あ、バターを切る。バターを切って、うん、まず火入れるか。じゃあいいよワンさん。いい？いいよ、どうぞ。なんでそう怖いの？大丈夫、そのまま進めば大丈夫。全部そこから。わあ、すげえ、こんな火力強いの。ちょっとワンさん、すごいよこれ。あ、ワンさん危ないよ。じゃあもう一個火がついてない。そこそこ。すげえ。これでバターが。バター今いい？そう。入れていいの？いいよ。うわ、ちょっとで。熱い。そしたらもうネギ。それトマト。トマトも入れる。よし。あー、オッケー。お玉。オッケー、いい感じ。そう、いい感じ。いい感じになったら、醤油入れたりだね、ワンさんね。真ん中の醤油、これ。そう。こんぐらい。もうちょっと、この3倍ぐらい。もうちょっと。こんぐらい。もうちょっと。もうちょっと。うん、意外とワンさん、本当に厳しい。中華やってんな。中華やってるよ。やっぱ中華鍋重いわ。じゃあご飯入れますよ。オッケー。おっしゃー。あの、少しスープが入れる、うん、あ、スープか、そっか。 そう、すごいし。そこでスープを入れて、命のスープ、命のスープ、これほんとマンさんの命のスープ。あんま振らなくていいの？いや、これじゃあ潰し全部、これさっき言ったように全部両方潰さないと、まあ、潰していいんだ。固まったところ味が入らないから。なるほど。オッケー、オッケー。じゃあお皿の中に入れれば大丈夫。え、こんな簡単にできるのこれ？そうだよ。見た目どうですか？ほら、見た目は綺麗です。綺麗だよね、うん、色はさっき。うわ、緊張すんな。いただきます。うん、美味しいけど。あ、美味しいけど、うん、味が若干薄い。醤油、醤油ちょっと足りない。醤油か。オッケー、オッケー、オッケー。まあ初めてだからね。初めだからね。ちょうど点数だったら85ぐらいね。うわ。でワンさんが今そばにいたから多分あれだけど、なるべく方はちょっと違うね。全然全然違う。それは全然まだ、まだもう点数つけられない。あ、もうできない。0点。そう、0点。あとは時間、時間か、時間実は、そう、長い。1分間以内チャーハンできる。厳しいな。美味しいよ、めちゃくちゃ美味しいだ。薄い、若干。ウワンさんのと違うわ。いけるかな。いけるよ。本当？いける、いける、大丈夫、自信持って。いけるよ。うんうん。バタードン。そんなネギもね、分かったわ。あんま多くなくていいわ。そうそうそう、うん、そう、醤油結構多かったな。こんくらいだな。このくらいで。やべえ、ちょっと時間かかってる気がするわ。オッケー、どう？いいですよ。お皿のことを、いや、待ってる。待って。ワンさん。はいよ。あーちゃん。どうぞ。ちょっと時間かかる。あと塊あるから。塊があるな。無事。奥深いわ、これやっぱ。やっぱ。深い。ワンさんごめん、いつも。あ、でも味はさっきよりいいな。
味付けはさ、これくらいでいいね。そうちょっと醤油、そうそうそう、さっきよりちょっと多め、うん、ただちょっとこういうムラがあるっていう白いところと味付いてないところがあるとそう固まってるからあれちゃんと潰してちゃんとそうこれ平子さんに出しても大丈夫？大丈夫です。よし、これで勝負すっか。じゃあびっくりさせる。うん、アルピーチャンネル。やどはやどはやどはどはやどはどはやどはやどいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。え、何？いらっしゃいませ。え、何今日おめでとう。何おめでとう。何が誕生日。ワンさん誕生日おめでとうございます。ワンさん、初めまして。初めまして。初めまして。よろしくお願いします。ワンさん初対面。先生、座って座ってください。情報多いんだけど。どうぞおかけください。何飲む？え、何？マジで何？え？いや、誕生日おめでとうっていうことですよ、だから。お誕生日、いや、誕生日ありがとうございます。はいはいはい。え、何今日？今日はさ、平子さんのお誕生日で。ね、誕生日つうことでさ、ね、ワンさんの俺トマトチャーハンっていうここの名物があるの。どうしても食べさせたいってことで今、弟子入りしてちょっとだけ並んで。特別だよ、ね、ワンさんね。あ、酒井が作るの？俺が作ります。え、でも普通にワンさんのやつ食べたいな。え、ダメです。それだから俺がおもてなしするんだから。あ、さ、そういう企画なんだ。もちろん。だから俺何にも聞かされずにそこの駐車場で30分経って待たされたんだ。ビール？ビール？え、ビール？何が合うだろう。何でもあるよ。紹興酒、中華ただ紹興酒でも何でもありますよ。じゃあビール、ビールかな。誕生日おめでとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。平子さん、これも俺もやったから、これもう罰ゲームよ。これ面白いよね。これは本当面白いやつ。うわ、これ最高だよ。本日の主役。本日の主役。マンさんどうも面白いでしょ。いいじゃないですか、これ。面白いね、これ。飲んでください、飲んでください。おめでとうございます。いただきます。おめでとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあちょっと、早速。一緒。キンキンってこのことだね。そうですよ、キンキンです。何これ、うまっ。いや、ワンさん、なんかちょっと力入れてんな。カメラ入ってこんなんだっけ、俺ら来るときいつも、だから回転の時はほとんど、これ間に合わないときはしょうがない、これ。あ、そうかそうかそうか。あ、酒屋結構来てんの、ここ。僕はだからもう3軒目であったらここって感じです。そう、隠れ場所で、いつも隠れ場所、うん、だってプレイスポット違くない？家住んでるとこは全然違うじゃん。意外と高円寺とか中野飲んだりするんです、僕。あ、そうなの。そう、たまにね、後輩とか住んでるじゃないですか。穴井の店とかあるし、俺の目盗んで、そうそうそう、こそっと飲みに来たりしてんの。あ、これ酒井のサインじゃん。そう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 、初めて見た。16年。そんな昔から来てんの？16年って4年前か。そうですね。著名な方来てんだよね、ワンさんね、ここね。高島礼子とか長澤まさみも来てるし。誰一番綺麗だった？ワンさん、びっくりするぐらい綺麗だった人。お前の自分の奥さん。自分で。いただいた。本読んだのかな。本読んだのかな。ね、早く作ってくんねえかな。おだらす。パパ。でも包丁すごい、包丁の切れる。そうなん、これチョコナナのアナウンサーからもらったの。あ、あれ女の子に？女の子じゃない方、男の子。あ、男にもらった。うん、さあ。あと。ん？分かってるよ、アンさん。俺やるから。めっちゃ喧嘩するじゃん。よく、いわゆるあの兄弟でやってるタイプの中華。そうそう。あとエビチリももらおうかな。エビチリ、はいよ。いや。この秘伝のスープがワンさんの店の特徴。あ、そう。命のスープだよ。命のスープ。店汚ねえけどマジで味うまいから、ここ。あ、俺何も食わないで来てよかった。あ、それ最高です。そば食ってこようかなと思ったんだよね。危ねえ。わ、すごい。なんか本当にやってる人みたい。え、それ揺らしてるだけやん。ワンさん、皿。誕生日プレゼント。皿、ありがとう、ワンさん。なんだと思った、俺だから。はい、どうぞ。え、もうできたの？トマトチャーハン。チャーハンはすぐできるから。1分以内に作んないとダメだから。ね、ワンさん。そう。ちょっと冷ますね。いやいや、熱いうち、熱いうち。ダメなんだ。マジで熱いうち、それ。入れた。夫婦長。あ、いける。いただきます。はい。どう？
これは美味しい。美味しいでしょ。これはうまい。マジ？いただいた。ありがとうございます。マジでうまいでしょ。うまい。ワンさん、俺これ来ちゃうわ。わ、来た。ありがとうございます。うんま。ワンさんすげえからやっぱ天才ってことが俺やっぱ。もともと上海のシェフなのよ、三つ星の。そうなんだ。調理室にこもって料理してるのがもう嫌で、高円寺に。そういうのじゃないんだと。そういうのじゃないんだっていうのがね。で、東高円寺に。東高円寺に。本当は天才、向こうで知らない人いないっていうぐらい。いや、そういうことないよ。全部嘘ですよね。どっちで。どうでした、平子さん。チャーハン。めちゃくちゃうまい。よかった、ワンさん。ありがとう、ワンさんがやってくれたおかげで。なんか本当はちょっと、けなして、いや、ワンさんのパターンで食べたいよって言おうかなと思ったら、全然めっちゃうまい。よかった。よかったですね。平子さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひ、コマちゃん食べたい方、満州来てください。お願いします。改めまして、おめでとうございます。ありがとうございます。自慢の水餃子。あー、早く来た。うわ、すごい、でっかいな。うん、ありがとうございます。寺子さん、将来明大前に餃子屋出すっていう、うん、壮大な夢なんですよ、ね、ライバル店。ぜひまたバイト使ってください。なら、たけしさんみたいなこと言う。マジでうまいわ。これ見過ごしてた自分は恥ずかしいね、うん、こんな近く住んでて。チャーハンも食べて、うん、ね、新しい店も近くにあったっていうことも気づいて。うまい、本当にこれは来るわ。いや、よかった。いや、ぜひぜひぜひ、うん。いや、僕の誕生日でもちょっと平子さんから一言もらったんで、改めてっていう。ああ、なるほど。ああ、そうですね、なんかこう、その時なんて言ってましたっけ、平子さんは。これからも最低。待ってください、ちょっと。いや、本当僕なんかもうただ平子さんのについただついてきてるだけの人間だったんで、まあ、うん、平子さんがまたこう一つ年を取って大人になっていて、僕もそれと同時に一個ずつ大人になってるんで、ちょっとずつなんかあの役に立っていけたらなっていうか、まあ、ちっちゃな歯車かもしれないですけど、うん、あのってことで、うん、これからもよろしくお願いします。そうだな。おいおい、いやいやいや、お前もう半分の歯車になってるよとかじゃないの。いいじゃない、仲いいから。仲いいからね。ねえ、本当です。いや、ありがとうございます。都市伝説、都市伝説はいっぱいありますよ。口裂けるのは怖いな。曖昧まで結構予定にない口説き文句なんかも、大根の茶学生って感じだもん。チャンネル登録よろしくね。